どうも、ラビカルの渡辺です。はい、松本です。はい、ということで本日はですね、謎をちょっと考えしたいと思います。これは、はい、難しそうだな。なんか解決できそうでできないですね。はい、まあその一つなんですけども、はい、松本さんがですね、うん、まあ、財布落とされたと。で、交通系の IC がずっとなくて、最近イコカのカードをですね、発行したんですよ。うん、持ってるんですよ、イコカ。はい、前ピタパやったんですよ。そうなんですよ、ね、なくして、はい、で、もう切符買ってて、はい、で、イコカ、イコカカード作ったんですよ。まだ切符買うんですよ。謎ですよね。ちょっとこの謎をちょっと解明したいなと思いまして。いや、わけがわからへんよ。それは、イコカに失礼やし。やるから、ちゃんと。いやいやいや。ほっといて。いやいや、何かがないと、何かがないと、その、障害がまずないじゃないですか。その、イコカのカード作っといて、切符を買うっていうことは、切符買う時点でそこでチャージできるわけじゃないですか。うん、それをあえてしないのはなんでなんかっていう。いや、でもな、ほんまに、はい、ほんまに誰も納得してくれへんっていうか、うん、誰も共感なんかしてくれへんねん、俺のこの気持ち。いや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 、それが共感できる。ああ、そうか、なるほどなって言ってくれへんもん。でも、それをちゃんと理由を言ってくれないと、うん、その、共感できるかできないかもわかんないじゃないですか。切符買うの好きやねん。お金入れて、切符を買ったっていう、お金を払ってるっていうのが、なんかいいねん。値段バーンって入れて、押して、みたいな、うん。で、切符取って、みたいな、うん。で、ポケット入れて、みたいな。うん、落としてないかな、みたいな。とか、なんかそんなんが電車乗ってる感すごいな。いやいや、その、それ笑ってるやん。カードも一緒やん。結局ピンってやって、ポケット入れて。わかんねん、わかんねん。言って、わかってる、わかってる。一緒ちゃうねん、それって。一緒じゃないの、それは。一緒じゃないよ。あの、紙の、くしゃくしゃにならないように、気ぃつけて入れるとか。そう考えへんやん。財布に入ってるから。そうですね。なくしたらどうしようとか思わんやん。いや、思わないですよ。うん、なんでその不安を一個かそぼうとするんですか。だからそれがいいねんよ、なんか俺の中で。なくしたりもするのに。なくしたりもするのに。じゃお金をちゃんとお金払ってるっていう毎回みたいな。いや、なんか癖で、うん、癖で買うてまうねんな。なんか気ぃついたら話変わってきてるやんか、それは。正直言うわ、うん、いや、そうあんねんで、お金使っずっと言ってたよ、イコカとか作らんかった理由が、うん、あの、お金使ってる感がすごくいいみたいな、うん、言ってたやん、はいはい、なんか正直イコカをじゃあピタパを使ってる時に、うん、ピタパって買い物もできんのよ。あれでな、俺な、あのめちゃくちゃ使ってもうてた時期があって。ああ、そのはい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 、結構それで結構いろんな買い物してる。そう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 、はいはい、で、お金使ってる感覚がないわけよ。あ、タラボ買ってとか、はいはい、ジュース買ってで毎回なんか800円とか使ってて、はいはいはい、かなり毎月、うん、買わんでええもんまで買ってもうてるみたいな。電車乗るたんびになんかいらんもん買ってるみたいな、はいはいはい、とかがあって、うん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 、イコカとかピタパをなくしてから、はいはい、それをせんくなったわけよ、やっぱり。まあ、クレジットカード代わりにもなってたやつもそう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 、なんか手軽やったから、やっぱそれこそ P が手軽やったから、うんうん、ファって寄ってまうねコンビニ、うんうん、でもお金やったらさ、うんうん、やってお金出してお釣りもらってっていう時間もったいないやん。もったいないとか時間かかるやんか。時間かかる。だからああもう時間ないし A カーで買わへんとかめちゃあったんや。財布の中に金入ってない時とか、うんうんうん、その、もう大きいのしかないとか、はい、小銭が、ジュース買いたいけど小銭ないとかの時、うんうん、諦めたりもしとってん。はいはいはい、はい。これピタパがあったら、変えてまうやん。うんうん、まあね。そう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 。無限に変えちゃうから。ほんで、だいぶ俺それで、うん、その、金を使わんくなったんよ。はいはいはい、はい。っていうので、うんうん、お金をちゃんと使ってる。っていうのが、うん、いいなと思ってん。ああ。で、まあ、今、その段階でまあ話整理すると、そういう、まあ使いすぎてしまってた分、
それをまあ現金にすることで、そうそうそう、うん、まあ自分を抑えれるっていう、ね、そう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 、結果今イコカになりました、うん、でイコカに関してはクレジット機能ついてないですよね。ついてない、要はデビットカードと一緒じゃないですか、うん、ということはもう使いすぎることはないですよね。使いすぎることはない、はい、要は3000円チャージしたら3000円分しか買えないんで、うん、じゃあイコカ使えますよ。じゃあチャージをして、うん、チャージしましたってなって、はいはい、じゃあ2000円3000円チャージしてたら、うんうん、あるはあるわで使ってってるやんか。また急に、うん、その3000円使い切った時に、うんうん、ピンポンって来る時が来るわけだ。足りひんみたいな、ありますね、うわって、うん、あれそれだるいなと思って。あ、ピンポンの時に、そうそう、もう記憶今なんぼ使ったかもわからんとバン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 使っていってて、3000円分なくなった時にもう一回チャージし直さなあかんけど、はいはい、チャージすんのを忘れてて改札通った時に、うんうん、通られへんってなった時に、とかなんのがちょっとだるいなって思ってんねん今。あ、だからもうそれやったら最初からもう絵は買っとこうみたいな感じで買ってもうてる。でもみんなから言われるわけよ、きしょいですよって。え、そうですね、IC カードを持ってないのにきしょいですよって、なんでなんですかって言われるわけよ、はいはい、これ多分今全人類言われると思う。そのイコカとかを持ってない人は、はい、持ってる人たちからめちゃくちゃ言われる、はい、持ってない人も絶対おるし、はい、言われるから、はい、手には入れましたよイコカ一応今一番気持ち悪い状況です。だから一番気持ち悪い、だからその筋を通してイコカを買ってなかったら私ももうこの話はなかったんですよ、うん、この話はなくて、うん、要はあ、じゃあその筋でもう行く人なんだっていうのでもう納得はいってたんですけど、イコカを持って使わずに切符を買うからこの会議が起きてるんですよ、うん、それは分かってますよね。分かってます、はい、うん、この謎は解けてないんですよね、うん、はい、うん、これはもう謎のままですか、これは。じゃあどうしたらいいの。いやいやいや、俺はやりたいようにやってるだけやから。イコカ使えやって言うんやったら、うん、イコカ使えやって言って、じゃあチャージせえお前ってめっちゃ言ってよ。別にどっちでもいいやろ、俺がイコカ持ってて使ってなかろうがなかろうが結局どっちでもいいやん。細かく言うと、まあじゃあ仕事行きますってなった時の乗り換えの時間、私すごい時間タイトに設定してるんです本当は。ただ切符を買う時間っていうのをちゃんと設けてるんです今。ありがとうございます。その時間がなければもう一本先の電車に乗れるんですよ、うん、それを私は一応我慢はしてます。なるほど、はい、あなたがなんぼっていうのになんぼって言えて、そこの、やり取りも込みの時間を今設定してるんですよ、うん、はい、じゃあそのまましとけやずっとそれを。やったら俺がチャージしだすまで、うん、それをし続けろよ。だからあなたはどのタイミングでじゃあチャージをしだすのかという話です。じゃあ分かりました、はい、渡辺さんにご迷惑おかけしてました、はい、今まで、はい、今日から、はい、あ、チャージします。じゃあ目が覚めました。今ので目が覚めました。今日からやります、はい、決めました。本当ですか。もう目が覚めました。言っていただいて渡辺さんに、いやいやいや、ごめんね迷惑かけてるので。でもこの場じゃないとちょっと僕もちゃんと言えなかったんで。そうやね、はい、あんまり言わんもんなプライベートでな。やっぱり結局もうええかって思ってまうとこあるやん。別にもうええわ。この件でもいいのよ全然、うん、こいつも別にええわって言うのも体力いるしみたいな。全然いい、うちでもええわと思う。いいんですけども、やったら、せっかくやったらね、うん、せっかくやったらこういう場所みんなの前でされて出して。そうですそうです、やめてくれや。変人みたいになるやんけ。変人やね、食い気味で言わしても変人やわ。変人やね、変人や。わかりました。はい、じゃあ次営業行くときに、はい、俺がまだ切符買うてたら、うん、どついて。そう、あの切符売り場でなんか見てたら、お客さんにもどついてもらおう。お前、行動部か。俺まだ切符買うとれないから。はい。わかりました。ということで。初チャージ動画撮る。俺の初チャージしてるところ。誰が見るんですか。みんなやってることやから。
初めてのおつかいのテーマソング流したのかもしたら全員ジャージするんだよっつって、うん、で1000円入らんくて泣いて寄り道してみる寄り道していらんもん寄り道して配中行っていらんわ別にすいませんごめんやおかけしました今までということで、ね、皆さんもチャージしてるところはいいんですけども切符買ってるとこ見たらご一報ください、はい、はい、ということで今日は以上でございますありがとうございました。